引き続きよろしくお願いいたします。えー、ワイリュさん、おはようございます。イリア君は4回転アクセルのコンビネーションを入れてくるかもしれません。あ、本当ですか。えー、練習動画でよく成功しているんで、確率が高い。えー、20点以上、ポンとカウントされてる。うん。えー、世界ジュリアの、もう、推しの民義が優勝したけど、やっぱり悔しいな、日本。うん。ちょっと返信見てみますかね。信で。ね。 えー、こんにちは。去年、コラントって社長との対談で、宇野選手が、あの子はアクセルが得意と言ってましたね、えー。最新映像は4回転と、4回転アクセルのシークエンスだったかな。えすごっ、えー。本当にちょっと見てみよう。えー、全米の他の試合でコンボにおまけするようにアクセル入れてました。えー、こう何度か、えー、試合で成功した以上です。怪我も少ないようですよね。すごいですね。4回転との後にやったってこと えちょっと見えこれ動画見てみようかなすご。すごすぎでしょ。やばいですね。もうや、そこなしにやばいね。いやー、なるほど。ってことは、ショートで4回転アクセル、トリプルトートやって,やってくんのかな。ねいやー、どうなっちゃうんだろう。うん。そこなしだな、んうん。えー、あ、アクアリンさん、よろしくお願いいたします。ですが。 リクルーが曲戻すらしいですね。フリープログラム2020から2022のに戻すのね。あ、なるほど。ワンに変更らうです。手堅くいくのかなということですね。あのプログラムだ。僕あのプログラム結構好きですよ。結構あの後半の方がドラマチックになるからね。なるほど。あれに、ね、なる、するのか。うーん。楽しみです。でもね。あの、あのプログラム僕好きなんですよ。結構。うん。北京シーズンのにね、変えていくと。 北京五輪に使った曲に変えてくるとということですはい。というわけで、はい、楽しみですね。うん。はい。ではね、今日はこれで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。